メディアを再生する当時の白雪姫の特集動画メディアを再生する劇中の挿入歌、廃砲を歌う7人の小人たちの動画、白雪姫は1937年のアメリカ合衆国のファンタジー映画、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ制作で世界初の長編アニメーション映画である、グリム兄弟による童話、白雪姫が原作、ディズニーの長編映画第1作目であり、 世界初のカラー長編アニメーション映画。現在でもアニメ史に残る傑作として知られる。歴史に残る名作にするべく、莫大な労力と金額が費やされ、4年の歳月と170万ドルの拒否を投じて制作された大作である。世界初のカラー長編でありながら、フルアニメであり、作成されたセルガの枚数は25万枚にも上る。結果として質感すらも感じさせる。 キャラクターの動きが実現されている。まだアニメといえば実写映画の合間に子供向けに上映される短編を指していた時代であり、成功を危ぶむ声も多く、ディズニーの道楽と言われていたが、蓋を開けてみれば6100万ドルの収益を上げる、桁外れの大ヒットを記録した。日本での公開は第二次世界大戦の影響もあり、 西ドイツと並んで1950年と各国に比べて遅い方だが第二次世界大戦以前にこれほどまでに質の高いアニメーションを制作していた事実と制作を実現したアメリカの圧倒的国力に公開当時に本作品を見た若者の多くが驚愕したという特にディズニーアニメーションから多大な影響を受けたことで知られている手塚治虫は 本作を50回は見たと回想している。1951年までに400万人超える児童が都市部の映画館で見たとされ、常設館での上映が一巡した後は、大映画、地方の公共団体や PTA などに1日1万5千円でフィルムの貸し出しを行った。このため映画館のない地方でも、学校行事などで同級生と共に白雪姫を見たという記憶を持つ。 物も,も多い。1993年にはコダックのシネオンというデジタル勝利で映像修復が施されたデジタルニューバージョンが公開され、全米だけで工業収入4000万ドル以上を記録するなど世界中で大ヒットした。これにより、風と共に去りぬの7900万ドルを抜いて、1930年代の映画で最も配給収入を上げた映画となった。 なお、この時点で、ドルビーサラウンドによる音声のステレオ化が行われている。米国本公開時は RKO に映画配給を委託しており、オープニングで配給、RKO というクレジットとエンディングに RKO ラジオピクチャーズの社名ロゴが背景の呪文に埋め込まれていたが、後のリバイバル上映時に RKO を省いたものに差し替えられた。この RKO が入った。 本来のオリジナル映像は2001年版 DVD に当該部分のカットが特典映像扱いで本編と別に収録された後2009年版 DVDBD の本編映像に組み込まれ本公開時のオリジナル版へ完全に復元された本作は作品中に著作権表記があるものの公開時期が古くリニューが行われなかったことから 公開当時の米国の法律により権利放棄とみなされ、米国においてはパブリックドメインとなった。また、日本では日本国内での上映公開から50年間を経た時点で著作権の保護期間が終了したと考えられることから、現在パブリックドメイン DVD で旧画質のものが発売されている。しかし、デジタルニューバージョンは公開された1993年から、 新規の著作権が発生した。2007年、映画公開70周年を迎え、それを記念して、フロリダのディズニーワールドでは限定版フィギュアリンが販売された。2008年には、アーティスト、学者、評論家、歴史家で構成される1500人以上の審査員によって選定される AFI アメリカ映画100年シリーズのアメリカ映画アニメーション部門トップ10で1位に、 輝いている。挿入歌の、いつか、王子様が、は、ジャズやポピュラー音楽のスタンダードナンバーとして、多くのアーティストによってカバーされている。また、小人のマーチ、ハイホーも有名。白雪姫城のモデルとなったとされる、セゴビアのアルカサルには、多くの観光客が訪れる。公開から80年以上が経過した今もなお、未だにファンを増やし続けている作品である。 昔ある城に白雪姫という美しい王女が住んでいた。白雪姫のママ母である女王は大変恐ろしい魔女で、白雪姫を下働きのように扱っていた。ある日、女王がいつものように魔法の鏡に世界で一番美しいのは誰と聞くと魔法の鏡は世界で一番美しいのは白雪姫ですと答えてしまう。怒り神道の女王は、 手下のカリウドに白雪姫を殺し彼女の心臓を持ち帰るよう命令する。哀れに思ったカリウドは彼女を逃し、代わりに豚の心臓を持ち帰って女王を欺く。一方の白雪姫は森で迷った末に動物たちに導かれて七人の小人の住む家にたどり着き、家事全般を引き受けることを条件にかくまってもらい、小人たちと共に楽しい一よう過ごす。翌朝、 小人たちが仕事に出た後、白雪姫は彼らの忠告にもかかわらず、怪しい者売りの老婆を家に招き入れてしまう。老婆の正体は、白雪姫が生きていることを知り今度こそ亡き者に、しようと魔法で化けた女王だった。異変を察知した動物たちの知らせで白雪姫に危機が迫っていることを知った小人たちは、すぐさま家に引き返し、老婆に化けた女王を退治する。しかし時すでに遅く。 白雪姫は女王が与えた毒リンゴを口にし息絶えていた。物言わぬ白雪姫の前で涙にくれる小人たちは彼女の美しさを惜しみ埋葬することなくガラスの棺に安置して片時もそばを離れようとしなかった。時は流れ白雪姫の恋人で彼女の行方を探し続けていた王子が白雪姫の棺を見つけ出し静かに口づけを交わす。 すると、生きえたはずの白雪姫が息を吹き返した。女王が、リンゴに浸した毒は、口にしたものを殺すのではなく永遠の眠りに、落とすというものであり、真実の愛のキスを受けて、毒の魔法が打ち消されたのだった。平和の訪れと王子との再会の喜びを胸に、小人たちに別れを告げた白雪姫は、王子と共に旅立ち、王子の国で末永く幸せに暮らすのだった。 ディズニーランドでの白雪姫と王子。1958年版、1980年版、ウォルトが司会を務めたテレビ番組、ディズニーランドの中で初めて公開された。白雪姫、王子、女王が登場するシーンのアニメーションを作成する際には、ロットスコープというフライシャースタジオから取り入れた手法が用いられた。コマ送りで撮影した生身の人間の動きをベースに、 トレースして動画化という手法だが、これにアニメーションならではの動きの誇張を加えることにより、写実的かつ自然な動きの表現に成功している。また、マルチプレーンカメラを使用することで三次元的な奥行きを表現し、さらにテクニカラーによって色彩を施した。マルチプレーンカメラで生み出された白雪姫の立体感は、日本の早々期のアニメ界にも大きな影響を与え、 西欧構生の下で持ち忠人が多層式撮影台を開発。1941年に瀬尾のアリちゃんが生み出された。1980年のリバイバル公開時には東映漫画祭り内の一本として公開された。東映漫画祭りで海外のアニメ映画が上映されるのは1977年7月17日公開の 世界名作童話セム氏の子馬以来で、ディズニー作品は史上初。同時上映作は次の3本。北郎のみ、TV ブローアップ版で、あとの2作品は劇場用新作。ディズニー作品が東映漫画祭りで公開されたのは以下の事情による。ディズニー作品は1970年代後半、日本であまりヒットせず。 1977年4月29日に公開された星の国から来た仲間を最後に1977年秋から日本での直接配給機構であるブエナビスタ映画日本支社の解散閉鎖をめぐって老子対立が続いて配給業務がストップしディズニー作品は2年以上日本で公開されなかった1979年になって和解が成立して新たに ウォルト・ディズニー・ジャパンが設立され、1979年11月29日に帝国ホテルで記者会見があり、ハロルド・アーチ・ナルブ・ウェナ・ビスタ、インターナショナル社長、松岡・イ東宝社長、金子・ミサオ道社長、岡田・茂ゲ東映社長が出席。東宝と東映と契約し2年ぶりに、ディズニー作品の日本マーケットへの再進出が決まり、1980年から、 ディズニー作品が日本で上映されると発表された。松岡社長は、東方は過去、ディズニー映画全作品を競馬してきた。同社が映画を作る、姿勢、観客に夢を与える姿勢に共鳴したからで今回も作品を配給することにしたと述べ、岡田社長は、東映はディズニー映画を追い越せと、東映動画を育て、昨今はその時府を国内外に築いている。 今回は、うちが、白雪姫を公開することになったなどと話した。ディズニー側は、新旧のアニメで、年間2番組は、ブッキングしたいと希望したが、東方の番宣に、飽きがなく、そこで、1980年夏の東映漫画、祭りに入れてもらえないかと、金子東方副社長と岡田東映社長で、話し合いが持たれ、年間1番組なら引き受けるとの合意に至った。 岡田としては当時、東映洋画が角川映画や宇宙戦艦ヤマトシリーズの工業を手掛けるようになって、マーケットが拡大し、東急レクリエーションと共に、洋画工業で ST チェーンを組む小畜との圧力が起こり、ST チェーン内で摩擦ができていた事情から、より東方に近づいておいた方が得策と判断した。また将来的なフリーブッキングを見据えての措置でもあった。よく 1981年夏の東映漫画祭りでも101匹ワンチャン大更新とミッキーマウスとドナルドダックの2本が東映漫画祭り枠で公開されている。そのため、1980年のリバイバル公開時の白雪姫、1981年のリバイバル公開時の101匹ワンチャン大更新、ミッキーマウスとドナルドダックの3本はいずれも 東映映画によって公開されていない。ディズニー社は家庭用ビデオテープレコーダーが登場してきた当時、テレビやケーブルテレビ等で放送されている同社作品がテープ録画されることにより、繰り返し視聴されてしまい、映画館やテレビでの売り上げに被害をもたらすものとして、ソニー社を訴え、両社は長らく裁判で争い続けたという有名な経緯がある。そのような事情から、 ディズニー社の方針が変わって映像作品が VHS ビデオテープに収録されて販売されるようになったのは比較的遅かった。1993年に映像修復が施されたデジタルニューバージョンのセルビデオ出荷本数はアメリカで2700万本。日本では1994年10月28日にウォルトディズニークラシックレーベルとして 期間限定生産で発売180万本を記録している。2001年12月1日にウォルトの生誕100周年を記念し、ブエナビスタホームエンターテイメントがプラチナエディションシリーズの最初のソフトタイトルとして、1993年のデジタルニューバージョンをもとにドルビーデジタル 5.1CH サラウンドにリマスターなどを施し、本編ディスクのみの通常版と、 特典映像を収録した2枚組のデラックスエディションが全世界同時発売となった。日本では独自企画で発売時に当時絶頂期にあった浜崎あゆみとタイアップし、このプロモーション用に制作された。いつか王子様がのカバーが CM ソングに使われ、フルコーラスのミュージックビデオが収録された DVD ビデオが購入者対象のキャンペーンにより抽選でプレゼントされた。 また、糸井重里プロデュースのミッキーマウスデザインの DVD プレイヤードコンバも若干数発売された。映像特典、オーディオコメンタリー日本では2009年11月4日にウォルトディズニースタジオホームエンターテインメントから、ブルーレイディスク2枚と本編 DVD の計3枚組のダイヤモンドエディション、DVD ビデオ2枚組のプラチナエディション、 DVD ビデオ1枚のスペシャルエディションが発売された。ダイヤモンドエディションの BDMV では、さらなる映像のデジタルリマスターにより HD 化し、DTS HD マスターオーディオ 7.1CH サラウンドにリマスタリングした音声を収録。また、2001年デラックス版の映像特典のほとんどを再収録している。2001年デラックス版から追加された。 映像特典2001年デラックス版との採点日本では2007年頃からパブリックドメイン DVD として複数のメーカーから連貨で発売されている。日本で2016年5月18日にウォルトディズニー・スタジオ・ジャパンからブルーレイディスクと DVD、デジタルコピー、ムービーネックスワールドがセットになったムービーネックスが発売された。ボーナスコンテンツ。ありがとうございます。